熊ラボチャンネルの主、マスター熊です。今回紹介するルアーはこれ、ZBC Zoom のフィッシュドクターになります。はい、非常にね、あまり見かけないワームだと思います。Zoom 好きの方もね、このワームあんまり使ったことないって方も多いんじゃないでしょうか。形はっていうとですね、まあ、大体4インチ前後の長さで、かまぼこ型ですか、断面図が、上は丸いけど下が平らっていうね、で前後どちらも同じ太さ、前も後ろもないっていうようなね、ワームです。まあ、一般的には、ワッキー、それからジグヘッドワッキー、それからネコリグとかね、そういう使い方が多いみたいですけど、これジグヘッドでね、水門させても非常に面白いです。で、ZBC 独特のね、この上は丸いけど下平らっていうのは、これね、以前ね、私がここのチャンネルで紹介させていただいたことがあるんですけど、フィネスね、あのスピードワームの小型版のフィネスも、そういう形なんですね。これね、丸い方を下にするか平らな方を下にするかで動きがね、完全に二極化するんですね。で、例えばですけど、ワッキーなんかは平らのところを下にするより、この丸い方を下にした方が不規則な動きになるとか、ね、そういういろいろな使い分けができるワームです。で、ワームの素材がですね、他の ZBC よりも少しね、柔らかくしてあるんで、まあ、いわゆるテロンテロンな感じなんですね。ちょっと見せましょうかね。ね、ちょっとこう、動きやすい。パタパタと動きやすい。あ、ごめんなさい。動きやすい形で、形というか柔らかさですね。ですんでね、普通の ZBC よりは張り持ちがちょっと悪いですね。で、これ、レインズですね、ZBC のワームを出してるレインズさんもこの同じ、形のワーム、同じ名前で出してるんですけども、そちらの方が少しね、固めに作ってあって張り持ちがいいですけど、どうしてもね、やっぱ固めに作っちゃうと動きってのに支障が出るね。これはもうしょうがないことなんですよね。ですんで、張り持ちの良さで選ぶならレインズ、動きを重視するならばこのズーム ZBC の方だと思います。とはいえ今の日本製のワームよりは全然丈夫で張り持ちはいいです。で、これはね、倒れ込みを利用した釣りとか、とにかくね、フォールを利用した釣りってのがすごく向いたワームだと私は思ってます。先ほど言った通りね、この断面が違うってことは上と下の形が違うんですね。だから例えばですけど、軽めのジグヘッド、まあ、ネコリグでしたら軽めのネイルシンカーを使ってね、そうですね、例えばカバーの隙間とか、縦ストラクチャーに沿わせてね、落とすとね、これ不規則なフォールをするんですね。で、その姿やっぱね、小魚に見えますよね。で、メーカーさんとしてはこれはバグ、つまり虫っていうかミミズっていうか、そういうね、ものを意図して、作ったとは思うんですけど、どちらかというと水中じゃ小魚に近いような、感じの動きをするワームだと私は思って使ってまして、実際そういう使い方で釣れてます。で、これはですね、あんまりお店で見かけないです。アメリカンのルアーを主に扱ってるようなショップとか、そのルアー釣りの専門とかも探してもね、置いてないとこはすごく多いですね。じゃあどうやって私は手に入れてるかというと、これ主に中古なんですね。中古で割と落ちてるんですよね。で、おそらくね、ZBC のワームだからとりあえず買ってみようと思って、ちょっと使い方が分からず、このワームに馴染めずにすぐに売り出したってみたいなね、ことが真相なんでしょうけど、こっちとしては非常に助かってます。一時期はね、私のこれシークレットとしてこのワームは活躍してました。最近はね、ちょっと使ってませんけど、これね、実はダウンショットとかでも相性のいいワームですんで、もしね、中古で見かけましたら一度使ってみてはいかがでしょうかね。ひょっとしたらあなたの新しい武器になるワームとして、あなたに、認識されるかもしれません。ではね、今回はここまでにしたいと思います。
次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。